こんにちは、スネドラです。今日は移動距離が短いので、1日函館観光に当てていろんなところを巡ってみようと思います。まず最初に来たのが湯倉神社です。ここは湯の川温泉の鎮守として地元で親しまれている神社だということです。帯広神社にもあった風鈴のトンネルです。ちょっとこじんまりしてますけど気持ちいいですね。それでは参拝をしてから御朱印をいただこうと思います。奥の方には赤い鳥居が連なってて異世界転生しちゃいそうな稲荷神社があったんでね、こっちもお参りします。社殿の横にいるなでうさぎです。頭を撫でながらお願いすると叶うようなのでしっかりとお願いをしておきます。続いて五稜郭タワーにやってきました。思ったよりも綺麗なタワーです。五稜郭は上の方から見ないと全貌がよくわからないのでこのタワーから観光してみようと思います。五稜郭といえば新選組、新選組といえば何といっても土方歳三ですよね。函館はこのブロンズ像をはじめあちこちで土方歳三の面影を忍ぶことができます。では早速展望台に登ってみようと思います。この土方歳三の写真はよく見る有名なやつですね。エレベーターの中には函館というか五稜郭というか当時の口コミのようなものがいろいろ書いてあるようです。しばらくすると明かりが落ちて幕末の志士たちが浮かび上がってきます。これねクオリティも高くてなかなか凝ってますね。すごいです。はい、展望会に到着しました。上から五稜郭を見てみようと思います。あ、すごいですねこれ。この星型はやっぱ上から見ないとわかんないですもんね。すごい迫力です。綺麗だな。五稜郭の歴史が細かく書いてあります。これマニアにはたまらないでしょうね。日本では珍しい星型の城郭もこれ中世のヨーロッパではスタンダードだったみたいなんですよね。その辺の説明も書いてありました。せっかくなので水森まで歩いてみようと思います。五稜郭はまずタワーに登って上から景色を楽しんだ上でですね、下に降りてきて見学した方が全体のイメージが取りやすくていいかもしれないですね。ちょうどお昼になったので函館の街をプラプラしながらお店を探そうと思います。と思ったら函館ハリネズミランドっていうのを見つけました。こんな商売があるんですね。知りませんでした。たまには肉が食いたいなということでステーキ&ハンバーグヒゲさんでランチをいただきました。まあ味はまあまあ普通でしたね。午後の観光はトラピスチヌ修道院からです。ここは日本初の女性修道院なんだそうです。入り口には大天使ミカエル像がお出迎えです。その奥には皆さんご存知の聖母マリア像がありました。そして聖テレジアの像ですね。後ろに見えるのが聖堂と司祭館です。写真スポットになっているのか行列ができてました。修道女は朝3時半に起きるみたいですね。今でも70人ぐらいの方が暮らしているんだそうです。金森赤レンガ倉庫です。いかにも港町っぽくて味わいのある雰囲気出てますよね。残念ながらコロナ禍でほとんど休業しているようです。今日は時間がなくて寄れないのでまた今度改めて来たいと思います。テレビとかでもおなじみの八幡坂です。まっすぐ伸びた下り坂の向こうに海が見えるっていう不思議でとっても綺麗な景色です。はい、今晩お世話になるお宿はホテル&リゾーツ男爵クラブさんです。名前がねちょっと変わってる感じしますけれども、ここはペットと泊まれる部屋がいくつかあるんでね、前から気にはなってたんですよね。キッチンもついてるのでホテルというよりコンドミニアムですね。思ったよりもね金額も安いのでとっても助かります。1階の奥の方に洗濯機と乾燥機が2機ずつ置いてあります。自販機もありますがすぐ近くにコンビニがあるのでそっち行った方がいいかもですね。裏口はカードタッチ式になってます。犬はカートに乗せてこっちの裏口から出入りします。外には足洗い場もあってね、なかなか犬には親切設計になってます。今日のお部屋はドッグフレンドリールームのスーペリアツインっていう方ですね。49平米です。この広さとこのクオリティで 15,000 円って安くないですか。
キッチンは小さめですが、電子レンジも大きめの冷蔵庫もあって、長期滞在にうってつけかもしれません。お風呂もね、ちょっとこじんまりしてますけども、ビューバスになってるし、すごく快適に入ることができました。アメニティももちろんきちんとしたものが揃ってます。このホテルの特筆すべきポイントの一つが、このベランダの広さ。公式ホームページでも、このベランダで朝食食べたらいかがですかなんて書いてありましたけど、確かにこれは気持ちよさそうですね。室内はタイル張りになってるので、ペットがいても安心です。ペットのグッズも一通り揃ってるし、トイレはもちろんウォシュレットだしね。なかなかバッチリなホテルです。部屋に犬用の男爵ハットがあったので、プーとコタロウにかぶせてみたら似合うんですけどね。これね、ノアにかぶせたらね、もうなんだかなっていうのになっちゃってね、ちょっとかわいそうな映像になっちゃいました。ホテルの真ん前に公園があって、さらに行くと函館港に出ます。犬の散歩にうってつけなコースでね、これ立地的にもこのホテルはベストですよね。ホテルから5分ぐらい歩くと函館の駅に到着します。一見駅は大きく見えるんですけど、新幹線の乗り入れとかもないのでね、改札は実は結構こじんまりとしててね、ちょっと予想外でした。あれがマリオットのプラチナチャレンジで有名な4ポイントバイシェラトン函館です。価格の割に結構立派なホテルなんでね、驚きました。それでは函館山の夜景を見るためにロープウェイ乗り場までバスで向かいます。バスはね、まだ早かったからかガラガラでしたね。ロープウェイ乗り場には FM イルカがあってね、ずいぶん今回の旅でお世話になりました。スキスキのロープウェイに乗って今からあの函館山に向かいます。はい、まだね、空いてますね。これならいい場所が取れそうです。コロナに配慮して場所取りをします。日本三大夜景の一つって言われてますが、なんとなく昔よりかは暗い感じしますね。コロナの影響なんでしょうか。なんだかんだでもう8時になっちゃったので、ここから歩いてさっきの赤レンガ倉庫まで向かいます。やってる店は多くなかったんですけども、その中でね、菊代食堂さんっていうのが良さそうだったので、ここに入ることにしました。このお店はホテルでもらったクーポンが使えるんでね、お得に食べられます。ぼちぼちお客さんは入ってますね。やっぱりね、需要はあるんですよね。クーポンが4000円あったので、ほぼただ飯になりました。残念ながらまた食事の写真は撮り忘れてしまいました。すいません。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。北海道一周もついに最後の夜を迎えました。明日は観光した後フェリーで東京に向かいます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。